かな。あ、そうなんだ。You're seriously discussing with Nasida Gan. Who are you? Who are you? So. Okay, good morning. Our first time in Terengganu, and then we are having Nasida Gan. Finally. Finally. Okay, okay. ココナッツミルクとハルバで炊かれたお米を蒸してミルクと混ぜて、また蒸してみたいな。ちょっとプロセスがいっぱいある。How they make the process is different. お魚のグラインドで食べると。So yeah, let's try. Yes. Okay, let's go. あ、ってことはそれがカレー？あ、そう、これをかけて食べるんだ。あー、なるほど。あー、サンバルかな。あ、サンバル。みんなこれをかけて食べてるな。でも私これちょっと違うかもしれない。そう、ナシダガンじゃない。いや、ナシダガンやけど、だってこれカレーぐらい。あ、そう。だってフィッシュカリーをかけるわけか。はいはいはい。でもここでフィッシュとサンバルっぽいよね、これ。あ、セパレート。でも、でもこれしかないから、ここはこれやと思う。あ、そうなんだ。オッケー。オッケー、セパレートなわけ。おお、そんな感じね。じゃあみんな、スプーンとフォークで食べるから。そうそう、みんなスプーンと、いや、everybody using fork and spoon。そうそう、ちょっとそれにフォローしてみる。いや。結構、ナシレマもそうやもんね。あ、そうやな。おお。それ、ツナね。うん。イカンとんこね。ツナ。いただきまーす。新しい。新しレマと違うね。新しレマと違う。ご飯が固め。ココナッツがめっちゃ強いわけでもなくて、魚の旨味すごいある。もうちょっとかけてもいいか。これは辛いの？辛くない。甘い、うん、でサンバルじゃないね。サンバルじゃない、カレーというかグライやね。あ、グライ。味の理解に時間がかかる。美味しいね。You're seriously discussing with Nasida Gan. Who are you? Who are you? そう。Nice to meet you. Nice to meet you. Are you talking to Nasida Gan? はい。これが Nasida Gan のグライ。グライやね。Okay. チリ欲しい。甘いな。うわー、すごいな、これ。甘いソースって感じ。ライスも、ちょっとハードな感じのライスやな。辛いかな、ライス。辛いと思う。ちょっとこういう感じで。もう辛い。チリ入れるとだいぶ変わるな。チリ面白い。食べたことない感じやな。もっとカレーを想像してたけど、意外と甘くてさっぱりした感じはするけどな。そうやね。Okay. But this one is クニ、ナシクニ。これはもち米の味。これステーキライスなんだ。
べ方合ってんのかなこれ分からないで、ここをちょっと切る。あー、これテクスチャーが this one different already sticky kind of rice で、ちょっとチリももう入れちゃおうかな。あ、チリ、うん、こんな感じで、うん、うん、あ、スティッキーライスやな。あ、これめっちゃ美味しい。ターメリックとスティッキーライス。あ、これテクスチャー、これベタベタことない感じのテクスチャー。あ、でこのチリと合うわ。このチリ結構 いけるで。このチリ辛いけど It's spicy but you can take it。 あ、こっちの方が俺好きやな。なんかちょっと愛ちゃんもこっちの方が好きやと思う、うん、勝手に決めんといて、ま、俺はこのライスのテクスチャーが好きやな。マイルドスイートクライス、もちもちスティッキーライス、ちょっとこう絡んで食感がめっちゃ美味しい。これはいいね。もちもちやね、結構やっぱ甘めのディッシュなんよね。この辛さを加えるといいかな。あ、そうなの、ね、これぐらいかな、ね、うん、これはチリを超えないとね。 Yeah, I think it must be eating the chili。 チリと食べたらすごい味がアクティベートされる感じね。このライスはどう？もっちりしてる、もっちりしてる、まあ、これすごいスペシャルやね。スペシャル、朝ごはんって感じ。朝ごはんな、ローカルフェイバリって感じやな。バター、あはん、カチャメラ、あ、カチャメラ、レッビーン、あ、レッビーン、あ、オッケーオッケーオッケー、サトサト、あ、オッケーオッケー、サトサト、プレーンからいく、あ、プレーンからいく、ね、そうだね、味的にね、わー、綺麗な、ほんでこれ軽いね、わかる？綺麗、もよんもよんもよん、わかる？めっちゃ軽くてふわふわ、かわいい匂い。OK, this one is roti paun. Traditional Terengganu roti. たぶんロティパウンは調べたところ、トレンガヌってわけじゃないかも。じゃないか。かわいいな。かわいい。すっごいふわふわ。だって重くないね。わかる？すごい軽いね。パンの質量じゃない感じ。Very light。素朴な。なんか昔な懐かしい感じの。あ、ちょっと重たいわ。やっぱ小豆入ってる分。そう。でしょ。かわいいね。かわいいね。おお、見える見える。あ、すごいすごいすごい。あ、見えた見えた。おお。おお、レッピン。オッケー。アンパン。アンパン。素朴な。この昔ながらのって感じ。3世代レシピが何とかって書いてあって変わってないみたいな。3ジェネレーション、3ジェネレーション、いいね。なんかこの2種類だけ売ってるっていうのがいいね。なんかシンプルな、ほんまに、これだけで勝負してる。次がこれが、これがレッビーンね。おー、This is レッビーン。Very light now. Sweet looking inside. Nostalgic な、やっぱこうテイストするな。ナイススナックやな。トレンガヌが有名なの？なんでいっぱい出てくるんやの？
しいな。ね、バター。そう。あ、ディスナイス、バター。そう。これも美味しい。あ、これもヘゼルナッツ、美味しい。これどこにしようか。ワン、ワンバター、ワンヘゼルナッツ。Thank you so much. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Okay, let's drink. Oh, すごい nice. このビーチカフェやんか。Yeah, beach cafe. 素敵。So lovely. これがバターで。バター。わあ、綺麗やな。わあ、すごい素敵よ。甘い甘い、うん、でも美味しい、うん、あ、飴あるやん、バターの飴、あ、バタースコッチキャンディみたいな、うん、あんな味、あ、バタースコッチキャンディ、うん、デザートな飲み物、うん、めっちゃ甘いけど美味しい、うん、あ、いい場所ね、これはいいね、綺麗、こんなカフェある？しかも誰もいないねんで、うん、めっちゃ良くない？いやー、これなんかカップルのスポットみたいな、そうやね、デートスポットみたいな、きっと週末にはね、うん、お、甘っ、うん、あの、なんかバタースコッチキャラメルキャンディフレーバーの感じするな、うん、そうそうそう、あ、でも美味しいな、美味しい、なんかこういうコーヒーも、うん、なんかローカルコーヒー、ローカルコーヒーって感じやな、うん、あ、バターの方が美味しい、あ、そうなんです、うん、バターの方はちょっとこうマイルドで、あ、そう、うん、あ、これバターが美味しいな、うん、海は綺麗やな、海綺麗、噂には聞いてたけど綺麗やね、あ、で、離島に行くとさらに綺麗なのね、あ、なんか離島行きたくなるな、うまいね、海見たら離島行きたくなるね、うん、海めっちゃ綺麗よ、もうこのメインアイランドで泳げるぐらい、ほんまやね、誰もいい日のがいいよ、ほんま、プライベートビーチみたい、うん、まや、え、ウミガメも来るんだよね、あ、ウミガメいるんやろな、うん、